よし、じゃあ17年目のシーズンやっていきます。まずはスタメン、および一軍登録、をやっていきましょう。ちょっと考えますね。はい、まずはピッチャーを考えました。先発、6枚、塩崎、越野、田谷、馬場、それから星川、三石、まあこのメンツになるのかな。まああとは時点でショーツ、であったり長岡、まあ戸村を使ってもねいいとは思うけどっていうところで、まあ一旦はこの6人で開幕を迎えましょう。で中継ぎが所北沢っていう、まあ先発もできるような、選手を中継ぎに1回入れて、でまあ王が、昨シーズン活躍したハブ、竹もだね活躍して、室井、それから南條を一旦中継ぎで、まあ、というのも石橋がねあの抑え向きなので、石橋を抑えに入れています。じゃあ野手の方をもう一回考えましょうか。はい、じゃあ野手はこういう感じかな。まあちょっとじゃあスタメンの方も決めていきましょうか。現状だと、まあ、ソーマーサードで使う、横川がセカンド、溝口、あ、そうか、立川が今いないんだ。そうだそうだそうだ。立川の海外留学っていうすごい面白いイベントがあるので、いや、これ、大八木か。ソガベをさ使ってみたさあるから、ソガベライトとかどうだ。まあでもそうか、適性があんまりか。それやるの忘れてたな。まあ西口ファーストで使ってみるか。西口ファーストで適性は、ああ、まあまあか。まあでも、どうしよう。まあ、大八木レフトかな。で、溝口、センター、溝口、ライトでいいな。レフトに、いや、でもこれ、田沼入れるか。田沼、センターだな。はい、じゃあ、こういう感じかな。DH で今のを使って、でセカンド横川、センターに田沼、キャッチャー竹富、まあ、こういう感じでいきましょうか。まあ、今立川がいないので、まあ、若干不自然な、ところがあるけど、もう6日で帰ってくるのか。でも OKOKOK。 じゃあもう1回練習設定確認してから開幕戦見ていきましょう。はい、じゃあ開幕戦行きましょうか。出番プレイを、まあ今立川がいないので見るのはもう西口でいいんじゃないかな。でフォームを変えようか。西口、あ、この79って村田なのかな。スタンダード79でいこう。多分固有フォロースルーがありそう。はい、方程式を決めていなかったので決めましょう。室井、南條、石橋、これでいいんじゃないかな。うん、よし、じゃあやっていこう。オーダー変更で塩崎先発で、いやー、まあ開幕戦これでいっか。見るのは西口、にしましょう。はい、何年目だ、17年目、2040シーズンの開幕戦です。よし、開幕塩崎、4連覇がかかっているシーズン。まあ今シーズンも西口が大活躍してくれるはずっていうのと、あとは立川、これに期待したい。立川がとんでもない能力になって帰ってくると信じてるんで、いや西口のこの4番の風格がやっぱり出てきた感じがあって、もう4番しばらく固定で
行きたいところだね。まだだって27歳とかだからさ、これは本当にしばらく4番を打ってくれる存在が出てきてくれてるんで、いや、いいんじゃないの。さあ、いいバッティング。ここはツーベース、そしてカノーが帰ってくる。オッケーオッケー、まずは先制点。ごめん、先制点じゃなかった。同点に追いついて、さあここ大事だな。まあでもカノーがちゃんと昨シーズン3割打ってくれて、能力通りの成績をね。うわー、すごいカーブ。能力通りの成績を収めてくれてるんで、いや、これはね、3番、まあでも立川が戻ってきたら、まあ、ただ打順は考えないといけないけど。さあ溝口、そうだね、溝口の活躍も相当大きいもんね。あ、いや、溝口が昨シーズン20本打って、今年はもっと打つかもしれないからね。いや、マジで期待したい。さあ抑えろ、ナイス、よく抑えた。いや、いいね。塩崎6回被安打4、無失点、あ、じゃあ失点1か。これはじゃあちゃんと方程式がね、南條室井、いや完璧じゃねえかよ、素晴らしい。よし、素晴らしい投手リレーで勝利を収めたと。うわ、竹富肉離れ、マジか。これは、ああ、なんだ、コーチか。いや、マジでか、怪我したか。ああ、まあ足が下がったけど、まあしょうがねえな。浅山かな、うん。で、まあこうなったら竹谷、もしくはもう今のを出すか。DH で今のではなく、キャッチャーで今のを使って、まあ DH は米野とか行ってみようかね。はい、じゃあとりあえずあと5日で帰ってくるので、5日飛ばします。よし、開幕シリーズは、勝ち越し、そして連勝と。帰ってきたぞ、立川が帰ってきた。たったの5、6試合のね、試合出れなかっただけなんで、もう全然ね、シーズンには影響ないと思う。立川が、いやー、来た。来たよ。この能力やばいでしょ、これはやばいぜ、マジでやばいよ。いや、この能力アップ神すぎるわ。これ正直森内下がるか、うん。でベストオーダー的に、まあ正直レフトの方がいいのかな。田沼を使うかどうか。まあここ曽我部でも正直いいんだよな。まあ一回田沼でスタートしてみてでいいかな。まあファーストに米野使うんだったら、また DH 考えれるんで、これ田沼外しで西口を、レフト、センター立川で、ファーストに米野、 DH で、森越とかね。まあこういう使い方の方がいいか。なので、打順的には、うわ、どうしよう。いや、こうなるか。
この相馬をどう考えるかだよね。まあまあいっか、一旦これでもう本当に大谷翔平だと思っていやあの能力のね成績あんまり見たことないからちょっとマジで楽しみで、忘れちゃいけないのがピッチャーも帰ってきている。誰だったっけ、あそうそうそう、イオウが帰ってきたんだ。え、めっちゃ強くなってんじゃん、イオウ。まさすがに入れれないか、まだ、うん、さすがに入れれないので、まあ一旦このままちょろっと進めようか。はい、まあどういう成績を残してくれるか、本当に立川の成績が楽しみだ。まあ目標はまず3割30本30盗塁のトリプルスリーっていうところを絶対達成できるような能力にしてるので、でも早速盗塁は1稼いでるけど、まあちょっと飛ばしますか。また1週間チャラッと飛ばして、いよいよさあみんなの成績をじっくりじゃ見ていこうか。まずピッチャーの方は、まあまあまあ、タヤをちょっと落としてみる。まああと三石この辺りかな。中継ぎがちょっとあれか、室井が、あ打たれてるな。南條は逆にいい活躍。お、石橋もいいな。ところどころあれなので、ところと、それから、いや、梅津とか使ってみようか。あとは、福留、ベテランに力を借りて。いや、まあ、変えなくていいかな、ここ。はい、じゃあ、野手の方は、どうですか。相馬2割4分、加納3割。溝口2割5分5厘。立川2割6分。うん。まあ、盗塁4つ。西口2割。まあ、野手ちょっと打ってないけど、まあ、一旦放置。大丈夫。そのうち打つ。そのうち打ってくれると、信じている。立川100号。早いな。まだ22とかじゃなかった。もう100本打ってるよ。ってことで、さらっとまた見ていくと、おお、カノーがいいね。そして立川3本打ってる。まあ、あと打率が、ね、上がってこれば、全然、おお、溝口も。いや、溝口とか本当にいいバッターになったよな。あーで、ちゃんと西口もホームランが出てるんで、そんなに心配してないかな。で、それを助けるのがピッチャー陣。米川がちょっとあれなので、一旦ショーツ出して、まあまあまあ、まあ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 いいでしょう。全然悪くない。なので、ちょっとここで1試合見てみようか。この完璧な状態のさ、立川のバッティングってやっぱり見たいよな。はい、じゃあ見ていきます。さあ先発は馬場。さあ立川見してくれ。はい、まあ打率はまだ2割6分9厘、そこまで高くはないけど、ただホームランはしっかり出てるし、盗塁も同じようにしてくれてるんで、まああわよくばね50本50盗塁、まあ大谷翔平のようなね成績を残してくれれば本当に楽しくなるんだけどな。ただ第2打席、
ワンアウトランナー一塁。相馬がルイン出ている。まあ、このピッチャーは一発持ちと。いや、ちょっと目の覚めるような一発見たいけどね。来た。さあ、見せてくれ。ここはいい打球すぎる。打球速度がえげつない。そして相馬が帰ってこない。打球が速すぎたな。あ、しっかり同点には追いついた。さあ、第3打席。2割7分5厘まで上がっている。ここ一発欲しいね。乱調持ちでもあるので、これは打てるんじゃないか。いいバッティング。打球速度がおかしいもん。はあ、長打長打。そして1点2点入る。さらに立川の第4打席、盗塁してエンドランを仕掛ける。おお、打球が速すぎる。とにかく打球が速い。おお、しナイス、よく抑えた。じゃあもうちょっと進めよう。3連敗4連敗まさかの4連敗5連敗と。おー、まさかの5連敗か。なるほど。ただ先発陣はそんなに悪いわけじゃないのか。小松原いきます。どうだろうな。中継ぎが微妙なのか、やっぱり。まあ悪くはないけどね。竹ちょっと落とすか。福留行きます。安藤も一回休ましで、梅津も変えるかな。奥井出します。多分野手がとんでもなく打ってないんじゃないかな、この感じ。ちょっとテコ入れがいるのかな。溝口2割7分9厘5本。立川2割6分1厘4本。ああ、やっぱ西口が打ってねえのか。いや、これ我慢したいな。これ我慢します。絶対上がってくるんで。そう信じている。3連勝。いいよ。4連勝。5連勝。ゴーダノリノリ。ゴーダノリノリ。間だっけ、ゴーダか。ゴーダノリノリなんで、まあ、ここ横川ともそのまま交代でしょ。横川が2割1分台と打ってないので、まあ、ここは、今のも変える？なるほど。キャッチャー変えるか。キャッチャー変えよう。で、こうかな。よし。さあ、頑張ってもらおう。一旦月間 MVP を確認します。誰か選ばれてるかな。西口。おお、マジで。この成績で、どっちかっていうと可能のがいい気がするけど。石橋、まあまあね、いいんじゃない。じゃあ1週間進めて、いいよいいよ。20点取った。さあ、この辺から打線の方が活発になってくるんじゃない。うわ、いいね。やっぱり打つもんね。基本精錬された。お、竹富復活してる。キャッチャー4人もいらねえ。キャッチャー4人もいらないので、竹谷外し、いや浅山外しだな。で、
あれ野手の人数はもうこれでいいよね。ピッチャーがなんか一人少なくなってはないか。あれじゃあもう一人いけるのか。ドラ1行ってみるか。ちなみにそう、成績を見ると、森越しっかり打ってるもんね。これありがたいわ。はい、立川上げてきた。3割に乗ってきている。西口12本。いや、溝口が本当にすごい。溝口が本当にいい。本当にいい5番バッターしてる。マジでお気に入り。そして先発陣も、まあ、ようが勝ってないぐらいか。じゃあ、三石復活させて、奥井も頑張っている。は、中継ぎだいぶ良くなった。中継ぎだいぶいい。うん。石橋がそろそろなんか打たれそうな感じもあるけど。まあ、OK でしょう。うん。いや、いいじゃん。バランスいいチームになってるな。そしたら、あ、そうね。とりあえず、もう一軍でしょっていう選手は、固定させるので。まあ、キャッチャー固定はしなくていいか。とりあえずこれで、あ、練習設定見てなかった。星野が奪三振覚えたので、まだいける。緩急丸。まあでも以上か。いようとかなんか覚えたいけど極端しかないのか。じゃあ、スタミナ覚えとくか。あ、あと戸村。中継ぎ適性アップさせよっか。多分どっちもやることになりそうなんで。野手の方が溝口が、とか弾道用になって、んで、あー、もう教えれるやつないのか。まあ守備練しとく。西口がチャンスアップ。お、立川どうしよう。立川なんか覚えさせたよね、さすがに。固め打って、あー、流しとかいいけどな。てか口角ないのか、まだ広角打法って。ちなみに、あ、誰も持ってない。どうしよう。初球丸？対左アップか。そのあたりがいいよな。あ、まあ、走塁アップでも悪くはないけど。とりあえず、米野の、走塁じゃないや。なかった。あ、盗塁アップいいな。そうね、盗塁アップにしよう。まあ、これで50盗塁走ってもらってっていうイメージ。もうじゃあ、で、交流戦前まで山脇ノリノリ。あんま関係ないかな。はいはいはい。いや、いいね。打線多分めっちゃ好調だぞ。毎試合5、6点入っとったもんね。よしよしよし。さあ、交流戦前にしてもう6ゲーム差の首位と。調子いいぞ。森越が3割打ってる。すげえ。こいつ地味にすごいんだよな。本当に。この後半の、うん。いや、まあ昨シーズン微妙だったのか。まあでも近年割と活躍してくれてるし、お、ゴーダもいいじゃん。いや、相馬の安定感も良くて、で、溝口もしっかり打ってる、立川が10盗塁。もうちょっと率上げたいけど、まあまあ、OK でしょう。っていうか、立川1番でいいわ。うん、こうしよう。なんだかんだ竹谷も打ってるので、まあ野手はこれでいいとして、ピッチャーの方はどうだ。まあでも星川5勝してるんだよな。
なんか変える必要ない気がする。なのでオーガを一回変えて、そうだね、山脇は関係ないので、生山行くか、うん、行く山かな。中日3連戦 DeNA 3連戦さあ5割どうだ。うーん、1個負け越し、まあそんな変わらんでしょう、うん、ただ6試合を終えてどうだろう。ああまあまあまあ、もうちょっとな、西口が打ってくれればっていう感じだけど、奥井なんかいいな、中継ぎだいぶいいな、うん、中継ぎに文句がないほぼ。それから阪神3連戦ヤクルト3連戦さあここでまだ交流戦は5割か、うん、ここで1個勝ち越した、3立てしたいな。さあ5月月間 MVP は星川4勝。おー、星川4勝してくれたのでかくない？で、立川が 5本塁打6盗塁、溝口が7本4、3割2分素晴らしいね。溝口本当にいい選手、いやもう良すぎるわ良すぎる良すぎる。それから西口がな、率が低すぎる。そして立川が、いや順調だね、順調すぎるわ。まあ文句なしでしょう、うん。それから越野7勝、三石も頑張っている、星川が7勝、おー星川7勝、個人的にはめっちゃ嬉しいわ。うん、まあ変えなくていいな、全然変える必要ない。ヤクルトじゃないや、広島3連戦巨人3連戦3立てしたいけど、どうだ、これ3立てしたら優勝あるんじゃない、どう、さすがにない。3立てした、うわー優勝した、本当に優勝した本当に優勝しちゃった、まさかの交流戦連覇。はあ、まあこの連覇を手繰り寄せたのはピッチャーかな、これ。まあ、で市村がさノリノリだった子も使うしかないでしょう。なんかピッチャーめっちゃいい気がする。うわ星川8勝、はあ、なんかめっちゃいいな、8勝0敗。中継ぎもまあいやすごいな1点台が3人になってる、いやすごすぎ、いやすごすぎるわ、投手力がすごすぎる。はい、じゃあもうちょっとだけ進めるよ。はい、勝ち越し、ソフトバンクに勝ち越し、いやすごいもうこれ負けねえぞ、上あーでごめん、市村を使うんだった。こういう育成もねやっていかないといけない。まあちょうどセカンドだったらいいじゃんね、もう使おう、どんどん使っていく。3連戦だけ見よっか。10対0はあ、は打線やばいな、どう打ってる、うん、まあまあ頑張ってるか。
西口そろそろもう我慢の限界かな。変えた方がいい気がしてきた。そうやね。てかピッチャーが多分えげつないわこれ。三石六勝。いや星川すごい。星川9勝0敗で、中継ぎの方も全くもって問題ない。鉄壁すぎん中継ぎ。ちょっと今の状態のさ、多分これ見るとすごいよ。鉄壁すぎるだろこれ。中継ぎのこの鉄壁さ、そして先発も2点台っていう、鉄壁すぎるわ。ちょっとさすがに西口が打率上がってこないんで、これ曽我部をレフトで使おう。で溝口4番にします。まあこういう作戦も全然ありなのではないかと。で今のをキャッチャーで使ってでいっかな。森越、いやもう DH 西口にすっか。こうしよっか。でまあ立川にはどんどん打席に立ってもらって、成績を上げてもらうと。1、2、3、4、5、6、7月頭まで行きます。いやもう強い、マジで強い。お、大島藤木能力判明。オッケー。長岡ノリノリ。ほう。長岡ノリノリでかいんじゃない？月間 MVP は立川来た。三石が4勝。素晴らしいね。はい、大島能力判明。まあ、安定感のある野手だね。安定感すごいわ。で、肩 B なんだ。へえ。それから藤木。ああ藤木の方が好きかもしれない。この特能の数めっちゃいい選手じゃん。この選手、この2人いいぞ。安定感がやばそう。ってことで、ああ相馬2割6分。そうなんだよな、西口ホームランは出るけどね。悩ましいな。で立川は16本17盗塁。まさに大谷翔平のように成績を上げてきている。いやー安定感がすごいな。ちょっと福留が打たれたけど、ここに長岡を入れる、この余裕がある。よし、一旦練習内容を確認して。あ、やつとか能力判明してるけど抜け玉があんのか。玉持ち。それからまあ以上か。野手の方も、大島、あ、弾道上げてもいいけどな。どうしようかな。まあおとなしく練習しとくか。ミートレンやっとこうかな。はいはいはい。あ、駒形も能力判明している。まあ全然想定通りの能力だね。いいんじゃない。守備練しとこうか。であれか、練習機材がちょっと壊れてたので、ここじゃなくてアイテムで、レベル3のやつを4にしてっていう感じでいいかな。
ついでにあれか、なんかメガホンとかあるんで買っときましょう。はい、じゃあ前半終了まで持ってこうかな。さあ3連敗止めていく。ちょっと負けは続くけど10ゲーム差余裕だ。まあいいんじゃない、もういっちゃおうか。森内ノリノリ、ちょっと待って、ちょっと待てよ。森内ノリノリって結構やばいんじゃない、これ覚醒させたいな。ちょっとこれマジで覚醒させたいんで2番に置くわ。うわ、これ覚醒したらでかいけどね、本当に本当にでかいけど、どう。あーでも全然試合がないわ。あーこれじゃ覚醒しないかな、さすがに。あーノリノリ終わっちゃうなこれ。7月月間 MVP は誰もいないというか、そもそも試合がそんなにないってことで、まあ、今回はここまでにして、森内の覚醒を待ちましょう。で、うわ、いいね。なんか普通にさ、何割30本30トリいきそうじゃない？トリプルスリー。狙える気がする。ピッチャーがやばくて、ピッチャーがやばくて、あーまあでも馬場と小松原はちょっとあれか、ここ変えた方がいいな。タイヤ行くか。いや素晴らしいわ。まあ生山ちょっと打たれたけど、あー石橋もちょっと打たれたか。まあまあまあ問題ないでしょ。はい、じゃあちょっとまた次回、この続きやっていきます。ちょっと記録は次回の冒頭で見ようか。はい、お疲れ様でした。